こんにちは、ケンです。今回ご紹介するのは江戸の下町として発展した深川エリアの清澄白河です。深川地区はかつては材木商が多かった、江戸時代から続く老舗の料理屋がたくさんある、運河がやたらと多くて橋も多い、そんなイメージでしょうか。平成に入り都営地下鉄大江戸線が開通したこともあり、このエリアを訪れる人も増えてきました。都心のオフィス街に近く、近年では高層マンションが建ち、住人も増加しています。そんな清澄白河の歴史や昭和の風景をご紹介していきたいと思います。深川地区は東京都江東区の西側に位置し、隅田川を挟んで日本橋や銀座がある中央区と隣接しています。江戸時代初期までは小さな中洲が点在する湿地帯だったのを埋め立て、徐々に人々が住み着いていった地です。水運を利用した材木業、倉庫業などで栄えました。江戸幕府は主に東北方面からの防衛上の目的で、千住大橋を除き隅田川への架橋を制限していました。そのため川を渡るための渡し船が隅田川にはたくさん往来していました。ところが明暦3年1657年第4代将軍家綱の時代に明暦の大火が発生、2日間続きました。死者は10万人以上、江戸城の天守閣まで焼失してしまいます。火の手が迫る中、逃げ惑う人の行く手を隅田川が阻み、多くの人が命を落としました。これをきっかけに幕府は両国橋を設置、また江戸の都市改造を進め、大名旗本の屋敷を対岸の本所深川と呼ばれる地域に移転しました。1600年代後半には新大橋、永泰橋が順に架けられ、商家も増え、深川地域にはどんどん人が移り住んでいったようです。江戸の中心に近い清澄白河には、隅田川の西側から移り住んだ武家の屋敷や商家、寺社が立ち並びました。深川といえばアサリなどの貝類を使った深川飯が有名です。もともとは江戸時代に深川の漁師が船の上で食べていた漁師飯がルーツです。江戸時代の深川地区は海に近いエリアだったので、青柳、つまりバイ貝が大量に取れていたため、漁の合間に貝を煮込み、汁ごとご飯にかけて食べられていました。明治に入るとアサリなども使われるようになり、現在の深川飯の形態になりました。深川飯のお店としては深川塾が有名です。深川地区はかつての行政区分では深川区と呼ばれていた場所で、戦後昭和22年に城東区と合併して江東区が誕生します。ところで清澄白河という呼び方ですが、もともとは清澄と白河の2つの地名があり、平成12年の大江戸線の開業に伴って2つを合併させて誕生したのが清澄白河です。清澄白河駅は地下鉄半蔵門線と都営大江戸線の2路線が利用でき、東京駅、大手町、新橋といったオフィス街へのアクセスもスムーズです。江戸幕府を開いた徳川家康は塩を江戸に運ぶために運河工事を開始、千葉の行徳塩田から兵糧用の塩を確保するのが目的でした。湿地帯が続いていたため船の運航ができず、かつては行徳から沖合を迂回し江戸に塩を運び入れていたといいます。これをショートカットするために深川地区に人工河川である小名木川が造成されました。小名木川の川沿いには塩や物資を貯蔵する蔵がたくさん建てられ、川には船が行き交っていました。そんな光景は浮世絵にも数多く登場しています。こちらは歌川広重の名所江戸百景の61番目小名木川にある中川口を描いた浮世絵です。手前を縦に流れているのが小名木川です。現在の千葉行徳から日本橋小網町へ塩を運ぶ船は行徳船と呼ばれました。行徳の製塩業は関東地方では最大規模で、江戸時代には行徳の塩と呼ばれるブランドでした。戦国時代には北条氏が勢力を誇っていた地域で、年貢代わりに行徳の塩が納められていたそうです。江戸初期はもっぱら塩を運んでいた行徳船でしたが、次第に幕府の承認を得て他の物資や人も乗せるようになったそうです。江戸時代末期には旅行用の船も行き交うようになり、1日で60隻以上が往復したそうです。明治以降も東京中心部への物流の拠点、倉庫街としての機能は引き継がれます。これは1930年代の小名木川の写真です。残念ながら東京大空襲で焼けてしまった古い建物も多いですが、物流拠点として倉庫がたくさんあったのがわかります。その後輸送が水路から陸路に変わったため空き倉庫も増えました。
柱が少なく天井が高い倉庫はギャラリーやカフェとして活用されています。浅草の吾妻橋から中央区の勝鬨橋まで南北に結ぶ通りが清澄通り。現在この清澄通りの地下を大江戸線が走っています。昭和の頃、清澄通りには路面電車都電23系統が走っていました。明治、大正、昭和の東京はそれこそ今の地下鉄網に負けず劣らず、縦横無尽に路面電車は都内を駆け回っていました。清澄白河を通っていた都電23系統は別名高橋線、江東区亀戸の柳島福神橋から月島までの 8.7km です。画像は廃線となる前年、昭和46年に撮影されたものです。左側に清澄庭園があります。こちらが現在の同じ場所です。都電最盛期には全部で41系統、総距離 213km ありました。昭和18年には1日およそ193万人もの人たちが路面電車を利用していたそうです。しかし昭和40年代になると高度成長のもと、モータリゼーションの進行で道路には車と電車で大渋滞、都電の利用者が激減します。昭和47年には新宿区早稲田と荒川区三ノ輪を結ぶ荒川線を残し、全て廃線となってしまいました。続いて清澄白河の名所に焦点を当てつつ、その歴史についても見ていきましょう。清澄白河駅から西へ歩いて5分もしないところに清澄庭園があります。江戸元禄の頃にはかの豪商紀の国や文左衛門の屋敷があったと伝えられています。和歌山出身でみかんを江戸に運び、空になった船に塩酒を積んで関西へ帰る。それで大儲けした紀の国屋文左衛門は八丁堀に住んで材木問屋を開業したと言われています。そして庭園として整備される前、現在の清澄庭園あたりにも屋敷を構えていたというわけです。文左衛門の吉原豪遊は有名で、一晩に現在価値で何億円もばらまいたと言われています。この絵は花魁遊びの一幕です。文左衛門は自社に多額の寄進をした切符のいい人でもあったようです。時は江戸幕府五代将軍綱吉の時代。文左衛門は綱吉の右腕柳沢義康と懇意にして便宜を図ってもらっていました。ですが将軍綱吉が亡くなり、柳沢義康が失脚してしまってからは商売は傾いていったようです。文左衛門が亡くなると清澄白河駅徒歩3分の上等院に葬られ、墓碑が建立されました。享年66歳だったと言われています。後継者はいませんでした。江戸中期、紀の国屋文左衛門の屋敷跡には下宇佐関宿藩主久世氏の下屋敷が築かれました。関宿藩は江戸川の水運拠点として栄えました。現在は千葉県野田市に含まれています。そして時は明治、日本から藩が消滅し、荒廃していた関宿藩下屋敷を明治11年に海運業で大成功を収めた三菱財閥創始者の岩崎弥太郎が買い取ります。大事なお客様の接待や社員の慰安を目的として庭園を造成、深川親睦園と名付けられました。2代目三菱社長の矢之助は庭園に隅田川の水を引き込み改良します。明治24年には回遊式庭園として完成しました。なお明治22年には庭園の西側にイギリス人のジョサイア・コンドル設計による洋館が建てられました。ジョサイア・コンドルは湯島にある岩崎邸の設計もしています。関東大震災で大きな被害を受けた庭園はその半分を東京市に寄贈されました。東京市が庭園整備を進めて昭和7年に清澄庭園として開園しました。現在清澄庭園を訪問すると東京の街中に突如広がる庭園風景に驚かれる方も多いと思います。ただし入り口は1箇所しかなく入場料がかかります。歩いて訪問する場合にはよく下調べをしてください。清澄庭園に隣接する深川図書館は石造りのモダンな建物で昭和3年に竣工。ちなみに江東区の図書館貸し出しカードには歌川広重の名所江戸百景第98番目の小名木川、渋くて粋なデザインが目を引きます。清澄庭園の南には松尾芭蕉が住んでいた斎藤庵跡、そして小名木川を渡って北上すると芭蕉稲荷神社が見えてきます。芭蕉稲荷神社にはかつて松尾芭蕉が暮らしていた芭蕉庵があったとか。奥の細道の旅に出る前に芭蕉庵を手放してしばらくは深川一丁目の斎藤庵に住み、そこから奥州へと旅立ったそうです。斎藤庵は魚問屋で俳人の杉山三風の庵室でした。三風は松尾芭蕉の門人で正門十徹の一人に数えられます。
芭蕉を経済的に支援したパトロンでもあったようです。芭蕉稲荷の北には芭蕉記念館があり、ゆかりの品が展示されています。清澄庭園のさらに西、隅田川近くには平賀源内電気実験の地という石碑がポツンと立っています。現在の香川県高松藩出身の平賀源内は江戸時代中期頃に活躍した人物です。とても多彩で、電気実験のみならず本草学、地質学、蘭学、浄瑠璃作家、俳人として多くの分野で才能を発揮し、異彩の人と称されました。源内は医者でもあったようです。土用の丑の日にうなぎを食べるという習慣も源内が作ったキャッチコピーに始まるという説は今や有名です。28歳の時に江戸へ出てきて本草学や漢学を学びます。地質学者としては伊豆で鉱床を発見、さらに産物ブローカーとして物産展を開催します。幕府老中だった田沼意次にも名を知られるようになりました。エレキテルの実験をしたのは48歳の頃です。これは金属の摩擦により電線に静電気の火花をバチッと出すというだけのものですが、まだ電気の応用については手探りの時代、オランダ人が長崎に持ち込んだエレキテルの蓄電器を使ったといいます。源内の死去については諸説ありますが、酔っ払って大工2人を殺傷した罪で投獄され、そのまま獄中で破傷風にかかり亡くなってしまったと伝えられています。享年52歳。清澄白河駅の東側には霊岸寺、上神寺などの寺社がたくさんあります。本所深川絵図からわかるように江戸時代から寺社が数多く立ち並ぶ地域でした。白河にある霊岸寺には第11代将軍家斉の下で寛政の改革を行った松平定信の墓があります。そもそも清澄白河の白河という地名は松平定信の白河藩にちなんで付けられたもの。昭和に入って霊岸寺周辺の地名を付ける際に白河になったということです。老中松平定信の寛政の改革は白河の清きに魚も住みかねて元の濁りの田沼恋しきという歌になったほど厳格なものでした。そして霊岸寺から少し東へ進むと深川江戸資料館が見えてきます。資料館の常設展示では江戸末期の深川の街並みを実寸大で再現しています。通りを歩けば店や長屋、船宿を間近で見ることができ、江戸時代へタイムスリップしたような心地が味わえます。生活用品や食材なども忠実に再現されていて、庶民の暮らしぶりがよくわかります。直木賞作家の宮部みゆきは深川出身で、家系をたどると深川で暮らして4代目に当たるそうです。吉川英治文学新人賞を受賞した本所深川不思議草子やボンクラといった深川を舞台にした小説を書いています。ということで今回は江戸時代から発展して江戸の風情と下町情緒があふれる清澄白河をお届けしました。江戸の町の中心に近いエリアで歴史を育んできただけあって、江戸時代以降たくさんの著名人の足跡を感じることができます。散歩がてら清澄庭園や近くの富岡八幡宮、深川不動堂に参拝するのもいいですね。この動画が面白いと思われましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。